こんばんは、アワドです。2017年11月18日、21時20分です。よろしくお願いします。1位ずれたね。トコいらっしゃい。情弱ちゃんいつもありがとね。2人ともいつもありがとう。いらっしゃい。楽しんでていい。1はね、トトだね。ミスター、明日休み？ 明日日曜日だもんね。お疲れ、1週間休み前。明日休みってことは今日ゆっくりできるじゃん。いいね。書いた字が消えてる。それは消えるでしょ。一生懸命洗ったよ。4回ぐらいね、洗剤使って落としたかな。でもまだ体の方は残ってるよ。背中とか思いっきり残ってる。耳は大丈夫。耳は書いてないね。落書きは聞きたかった。さやちゃんはどつ、こんばんは。パイ投げありがとう。スマホ直した？おかえり。解放いらっしゃい。るさんはどついらっしゃい。楽しんでて。ありがとう。トト、花火ありがとう。マドンさんのツイッターだけ通知取ってる。通知って取ることができるの？ツイッターって。ツイッターあんまり更新しないからね、俺ね。たまに写真毎日あげないとなぁとは思ってるけど。ツイッター面白いよね。ツイートすると通知でき、するように。あ、できるんだ。知らなかった。ツイッターは俺リストっていうのをやってて、リストで管理してるかな、興味ある人は。なんかね、たまにね、俺に書き込みしてくれる人はいるんだけど、ツイッターに対して。非公開設定の人は見えないっていうことを多分知らないんだよね。バトル3、今ちょうど1万ポイント。バトル3、今ちょうど1万ポイント。俺が？ん？バトル3ってなんだろう？ん？ 1 万ポイント。あ、俺、ほんとだ。1万ポイント、19位だ。ぜひぜひ、応援よろしくお願いします。お疲れ様です。新社長、お疲れ。
誘惑、何が誘惑があんの？どんな誘惑？大阪って誘惑の街っていうのは初めて聞いたけど、あんまり聞いたことがない。何よ、大阪誘惑の街って。どんな誘惑してんの？食べ物かな。でも食べ物の値段安くない？ ああ、市内行ったら大人の店とか。ああ、まあ香川県から大阪にね、移り住んだんだったら、まあ都会なんだろうね、多分ね。香川が何もないんだろう。まあね、日本2位の都市だからね。でも日本さ、2位の都市っていうあの言い方って間違ってるの知ってた？大阪って結構下の方なんだよ。なんでかっていうと、神奈川県とかが東京扱いになってんの。日本で2番目に栄えてる町は神奈川県なんだよね。確か。で、大阪って2番目の都市じゃないんだよ。東京都扱いになってんの、神奈川が。言われてみればそうだよね。大阪よりも神奈川の方が栄えてるもんね。不思議だよな、そういうなんか言葉のトリックっていうか。飛田新地ってあれでしょ、女の子が座ってるやつでしょ、店の前に。すごいシステムだよね。江戸時代じゃないんだからっていうね。東京とかだと考えられないよな。女の子が店の前にいるっつうか、おばあさんと女の子が正座して座ってるの。で、お店っていうか小さい、なんて言えばいいんだろうな、小屋みたいなところで。で、要は女の子、その子とエッチなことができるってお店なんだけど、要は街、そういう店がバーって通りにいっぱいあって、そこに行くと本番ができるっていう。本番ができるっていうと、あれだけど、まあ、向こう側の言い分としては、いや、女の子とお食事をする料亭なんだと。で、たまたま恋愛関係になってそうなってしまっただけっていう言い分だね。吉原が行ったことないから分かんないな、俺。神戸はこの前行ったんですけど、神戸もすごい。富田新地、今、佐渡新地でお金使っちゃいます。おー、なるほど。ウイルスだったの？この前の LINE スタンプの連打。ウイルス？スマホなんかウイルスにかかっちゃったの？顧問弁護士が橋本さんって知って鳥肌立ちました。闇が深そう、橋本の指示。いや、別に闇は深くないでしょ。だから、童話の出だからでしょ。童話じゃなかったっけ？橋本さんの出身って。昔の吉原みたいな感じ。ああ、まあ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 、そういうことだよね。そうそう。要はもう、その実物の女の子を見れて指名できるっていうシステムみたいな。お店に一人の女の子がいるっていうシステムなんでしょ。で、なんかそのレベルが高いっていうか、可愛いでしょ。多分。まあ、思いっきり売春だけどね。だから、その、ババアに金を払うっていうシステムなんだよね。カスピンさんいらっしゃい。配信業も奥が深いし闇が深そう。いろんな配信者さんがいらっしゃるから。いや、配信業なんか分かりやすくない？なんかその闇が深い部分なんて一切ないと思うんだけど むしろ、なんだろう、その、
深い闇みたいなものを探してるような生き方してるような人たちだからね。全部ネタに変えるから。行ったことないっすね、僕は。飛田新地っていうか、大阪に1回しか行ったことない。富田真治にハマってるニート社長さんの話をしてるね。バレーリーニョいらっしゃい。ろくな配信がない。アニバーサリーになりました。昨日はありがとうございます。ごめん、何のことか全然わかんない。335さん アニバーサリーになりましたもよくわかんないし、昨日はありがとうございますの意味もよくわかんねえな。何のことだい。赤坂で店やってた時、本職の人来て闇深そうだった。別に闇深くないでしょ。いや、俺からすると逆だよ。配信で闇深えなって俺が思ったんだもん。だって俺のオフ会、稲川会、住吉会、山口組のヤクザ全員集まって、右翼もいたかんね。で、モンモンの見せ合いになってたもん。俺からすると、俺が言いたいよ、そんなの。闇深えなって。それ俺の問題じゃないでしょ。アニバーサリーって誕生日って意味なの。一番最初のオフ会ね。モンモンの見せ合いって怖いな。まあでも、まあおっちゃんたちだけどね。まあだからヤクザの人がよく見てるんでしょ。オフ会がヤクザばっか。いやいや、まあ事実だかんね。まあドン引きしてたね。いや、ドン引きしてたっていうか、配信のこと分かってないだけでしょ。そういう人が多いっていうのは俺分かってるよ。いや、俺分かってたよ。明らかに、その、なんだろう。そういう人たちが多いだろうなっていう。ちょっと考えたら分かるでしょ。配信業も元アルトローの人たちも増えつつありますからね。どうなんだろうな。あんまりそのアウトローの人が表舞台に立つっていうのは俺はあんま好きじゃないけどね。指ない人もいたよ。いや、そんなのあるわけないでしょ。っていうか、上の方ではつながってるんだよ。上の方ではつながってるよ。付き合いなんて、俺、リスナーさんとほとんど付き合いなんかしないもん。どのリスナーさんとも付き合いしなくて有名なんだから。付き合い自体をしない。リスナーさんとお付き合いはしないですね。配信会アウトロー多いよ。多いでしょ。ふわっちでもいっぱいいるじゃん。っていうか、そもそも配信者でそのタトゥーしてる人いっぱいいるし、リスナーさんで、あれだよ、あの、うちのリスナーさんの有名コテハンでもいっぱいいるよ。みんなが気づいてないだけで。いっぱいいますよ。
まあでもヤクザのリスナーさんから言わせてもらったらね、メンヘラの方が一応、メンヘラの方が怖いでしょ。メンヘラと、IQ、偏差値40以下の人の方が怖いと思うよ。なんだこいつらっていう。ヤクザの人もヤクザの人で、なんだこれってなってるでしょ。みんながみんなを恐れてるんだよ。トトは別にメンヘラだとは思わないけどな。トトは思わない。パイ投げありがとう、革命さん。だってさ、もう明らかに俺より頭悪いって、俺中卒だぜ。で、中卒の話を理解できないって相当やばいと思うよ。相当やばいと思う。ビビるでしょ、どう考えても。診断された？へえ。メンヘラがね、美人多いのはね、統計は取れてないんだけど、お医者さんがそれを言ってて、普通のうつ病とかはあんま関係ないんだけど、なんかその、かまってちゃん系のメンヘラ、自己愛性人格障害みたいなタイプの人って、子供の頃から可愛かったから、可愛がられるのが当然だ、と潜在的に思い込んじゃって、で、そう、大人になったらそういう風に扱われなくなって病んじゃう。だからそのうつ病とかそっち系の方じゃなくて、その人格的なメンヘラの場合は美人が多いっていうのは確かにあるって言ってた。メンヘラ美人多いっていうのはその病名による。で、実際あるよ。そう、かまってちゃん。メンヘラは美人多いのは一説によると、まあ、あるだろうねっていう。靴の中まで見られました。キョロキョロしてたからじゃん。東京とかで歩いてても、田舎の方の人だなっていうの、配信者でも、すぐわかるよ。外配信やってて。あと、観光客でもすぐわかる。上見て歩くんだよね。田舎から来た人って。上をキョロキョロ見て。
免許取ろうと思ったことはないね、今まで。ない。バイクの免許はちょっと欲しいなと思ったことは何回かあるけど、車の免許は欲しいと思ったこと一回もないな。多分ね、家がね、母子家庭でお母さんが車持ってなかったから、車ないのに慣れてるからだと思うよ。メガホンありがとう。マイカさんいらっしゃい。車ない生活に慣れてるんだと思う。はい、ワード2。多分、それが多分、一番、でかいだろうな。理由としては。俺の予想だけどね。まあ、東京、でも成田にいたことから別になかったな。欲しいっていうのは。あ、車の免許欲しいんだ。だってさ、なんか免許を取るのに30万かけなきゃいけないっていうのがよくわかんないんだよな。高すぎない？なんかおかしいっていう。生まれ変わったら、生まれ変わりはないと思ってるかな、俺は。で、生まれ変わりはないっていうか、永劫回帰だから、俺の思想的には。だからずっと俺が生まれ変わるって感じじゃん。だから自分以外に生まれ変わると思ってない、ニコマルさん。高いよね。僕別にどれアンチではないですよ。なんで？マイカちゃんなんでそう思ったの？俺どれアンチって思われてんの？なんで？別にどれアンチでも何でもないよ。なんでそう思ったの？教えて。なんでそう思ったんだろう。どれアンチコミを宣伝させていただいても。まあまあいいけど、一応枠でね、人の自分の枠とかを宣伝するっていうのはね、結構タブーっちゃタブーだから、俺別に、ドレさんのアンチでもないし、だから、あんまり、あれだよ、そこで人って集まらないよ。普通に番組やってたら、自然と人が集まるのが普通だからさ、別になんかリスナー取られるとかそういうのはないんだけど、面白いことやってたら勝手に人が集まるっていうのが俺の考え方で、で、売名とか炎上させようとかって、あんまり人がつかないんだよね。あんま意味ないと思う。人が集まらないと成立しないコンテンツっていうのはね、ちょっとコンテンツとして破綻してると思うよ。パイ投げありがとう。免許を100以上受けて100万以上払った。諦めました。免許に100万ってすげえな。まあ免許は別にいらないかな。のんちゃんが車出してくれるし。免許ある人に車出してもらえばいいんじゃない？すごいね。100万以上落ちたって5、6回落ちたってことでしょ。すげえな。
パイ投げありがとう。一発で100万いかなくないか。いや、そっちの方が金かかんないでしょ。本件のテストがなかなか受からない。引っ掛け問題ある。引っ掛け問題は別になくない？いや、普通免許でしょ、多分。1回1枚で100回も人間って通えないと思うよ。どっかでじゃあ教習所通おうっていう判断をするのが普通だと思う。100回も耐えらんないでしょ、多分。それだけで100日かかるんだよ。行かない行かない。メイクアップありがとう。メイクアップ、メイクアップ、メイクアップありがとう。引っ掛け問題はないよね。ひどい言い方するけど、文章の理解力があれば引っ掛けもクソもない。多分 IQ の問題で、理解力の問題だと思う。まあ俺持ってないから何とも言えないけど、原付免許は全部1回で取れてるから、引っ掛け問題とかはなかった。免許受け出し、今25まで。免許受け、受からず過ごしてきました。今25なんだ。金もったいなくね、100万以上そこに落とすって。もう免許取らない方がいいと思うよ。まあ、原付は取れるよね。すごいよね。諦めずにずっと挑み続けたんだもん。原則と徐行の違いとかは、だって原則か徐行かじゃん。引っ掛けてないじゃん、別に。だから文章理解能力なんだよ。それを引っ掛けだって感じちゃうっていうのは。カスピンさん、パイ投げありがとう。原付欲しい？俺もう東京便利すぎて何もいらないんだけど。自転車すらいらないよ。だって5分歩いたらどっかしらの駅にぶつかるんだもん。すごくね？俺、最寄り駅まで30分ぐらいかかる生活をずっとしてたから、5分歩いたらどっかの最寄り、適当に歩いててもぶつかるんだよ。東京すげえと思うもん。こんなに電車いるか？みたいな。本当にすごいよね。東京は異常。東京は論外の。東京は論外。論外って言い方もおかしくねえか。なんだ論外って。パイ投げありがとう、いいも姉ちゃん。自動車学校行っても実技試験が免除なだけだから本試験は受からない。本試験が受からない。本試験が受からない。浅草から秋葉原まで歩いていける。いけるでしょう、余裕で。だって1日かけたら山手線一周できるっていうのはもう実証しちゃったから。ていうか秋葉原まで、新宿から反対側じゃん。秋葉までは早いんだよな。6時間ぐらいで行けるからね。成田から千葉行くぐらいの距離なんだろうな、多分。学科で落ちるってことでしょ。いや、東京は、まあ、異常に便利な街だと思ってるね。狂ってるぐらい便利だよね。
まあ、いっちゃんの家買ってたらね。うん。買ってたら車は絶対必要でしょ。ああ、車なんて、だって富裕層しか乗ってないもん。だって駐車場代が家賃より高いんだよ。だのんちゃん車で俺の家来てるけど、1ヶ月の駐車場代いくらっつったわけな。9万ぐらいって言ってたよ。それさ、どうなのって思うけど。俺の家に車で来て、駐車場止めとくだけで毎月9万ぐらいかかってんだよ。だのんちゃんに言ったのよ。そんな無駄な金かかるんだったら一緒に住もうよって言ったんだけどね。いや、家借りれるよ。ここの家の家賃6万なんだから。もったいないよね。高いよ。それで安いところでだよ。一番安いところ選んで、その、なんつうの、コインパーキング。月決め3万じゃ絶対無理でしょ。月決め3万の駐車場あったら絶対契約するわ。絶対そんなのない。西新宿にそんなのない。断言するわ。ないです。あったら教えて。ないです。ありえない。中野坂上だったらまああるかもしれないけど、のんちゃんめんどくさがりだからそこまで歩きたくないんじゃん。ワノンチの近くそんな高かったっけ？エリア的に言ったら日本で一番高い、値段の高いタワーマンションとかがあるぐらいだよ。まあ高さも高いんだけど。都庁が歩いて5分の県内だから、歌舞伎町まで歩いて20分だし、一応西新宿だからね。その西新宿の中で外れてるところかな。12社ってなんだっけ？ああ、まあ、そっちより奥だよ。全然。中野坂上と西新宿5丁目が最寄りだから、両方とも。近くに駅2つある。どっちも変わんないぐらい。西新宿5丁目と中野坂上が。9万突っ込みすぎだよね。もうそれ1年間ずっとやってるから。100万近くのんちゃんも駐車場代に使ってるわけだもんね。すごいよ。もったいねえ。あ、認証証メガホンありがとう。もったいないよね。あ、まあまあ、そうだろうね。うん。っていうか、劇的に変わるでしょ。ここら辺は高い。おお、段ボールだ。久しぶり。引っ越し終わった？消費久々じゃん。元気？段ボールいらっしゃい。2人で15万ぐらいの駐車場とこの月の住めばいい。俺もそう思ってるんだけど。うん。まあね、家族がね、俺と付き合ってんのあんま好ましく思ってないんでしょ。引っ越した？よかったね。うん。ご近所さんが遠くなっちゃったね。うん。代々木にしたの？あれ、北新宿とか行ってなかった？代々木の方に行っちゃったんだ。そっかそっか。
遠くなったね。俺にとって代々木ってフランスぐらい遠いから。悲しいわ。代々木に行くことあんまないもんな。代々木の方が綺麗や。あ、そうなの。いや、代々木にあんまり行かない。フランスと同じぐらい遠いんだ。代々木に行くことって何がある？人生でだって。あ、宇宙村には一回行ったけどね。宇宙村っていうお店には一回行ったけど、職場の帰りに。新宿はゴミゴミしてるからね。代々木はひろゆきが住んでるでしょ。あ、今フランスに住んでんのか、ひろゆきは。公園？ああ、代々木公園行ったことあんのかな？俺ないんだよな。あ、すぐなんだ。何屋？知らないの？堂島の犬。宇宙村。結構有名だよ。宇宙村は結構有名。宇宙村を知らないって和道リスナーとしても恥ずかしいレベルだよ。何屋って言われても何屋か分かんない店。何屋か一切分かんない。隕石とかシールとか仏像とか売ってるお店だね。何屋なんだろう。宇宙村って何屋って言ったらいいんだろう。誰か説明できる？宇宙村の。何や？宇宙村だからな。いや、マジで宇宙村知らないのは、ちょっと和道リスナーとしてレベル低いよ、本当に。あって。今、97人が、あ、こいつ、ダメなやつだってなったよ。にわかだってなったよ。にわかだって。もう基礎教養として、抑えておいてほしいレベルですね。隕石は本当の隕石なんだよね。その数億で買い取ってんの、でっかいやつを。それをなんかハンマーで砕いて売ってんの、バラ売りしてんの。宇宙村のステッカーは買うと幸せになるって言って結構流行ってる。何回も流行ってるね、テレビで特集されたり。宇宙村は隕石の所有量が世界一のお店です。まあそうだろうね。相当でかいの買い取って、数億で買い取ったらしいよ。な、金持ちなんでしょ。それをバラ売りする意味もよくわかんないし。でももう残ってなかったよ。こんくらいしか残ってなかった。もうこんなでっかいやつ店にバーンって置いてたんだけど、もうダメだね。なんで隕石を売ろうと思ったんだろうね。なんか儲けとかじゃないんだよね。やばい店だよ。なんかシールタダで配る日もあれば、可愛い女の子とかが行くとシールタダでくれるんだけど、俺が聞いた時1枚2000円だって言われたからね。配信者よりやべえなと思ったの。なんかね、値段がコロコロ変わるの。その日の気分で。お店のオーナーの気分で。足元をめちゃめちゃ見てくるの。シール1枚だよ。タダで配ったり、なんか持ってっていいよとかいう日もあれば2000円って、もう身なりで決めるんだよね。いや、わかんないけど、もうおじいちゃんなんだよ、店の店主が。いや、だからもう宗教的な匂いしかしないよ。多分宇宙人なんだろうね。まあそんな感じで、浅井さんみたいな人だ。やべえやつだよ、やべえやつ。結構そのシールを集めるっていうか、その県外、郊外の人が買いに来たりするぐらい有名。まあ地主とかなんだろうね。余生でしょ、完全に。もう儲けようと思ってやってないもん。
でも店が結構でっかいんだよ。びっくりするぐらいでかいんだよ、店が。宗教っていうか、まあ、なんつうんだろう、ぶっ飛んでる系でしょ？頭ぶっ飛んでる系だと思うよ。まあまあ、金持ちでしょ。隕石数億円買えるぐらいの資金があるんでしょ。俺が数億円持ってたら隕石欲しいとは思わないけどな。川崎洋平も隕石いっぱい持ってた。川崎洋平全然ご飯食べてないけど大丈夫なのかな。俺そのうち死ぬんじゃねえかと思ってんだよね、ツイッター見てる限りだと。川崎洋平危ないでしょ。ご飯全然食べてないよ。化石もいらないかな。博物館で見ればいいかな。ティラノサウルスの骨格とかいらないでしょ。月の石はどうなんだろうね。月の石って何？月の石が売ってるの？嘘じゃない。お、ワード2、マキルいらっしゃい。パイ投げありがとう。アンモナイトはロマンがあるよね。アンモナイトぐらいだったらわかる。アンモナイトぐらいだったらわからな。月に行ってないらしいで、月には行ってるんじゃないの？ただまあ、よくさ、月の映像は明らかにおかしいよね。だってねえ、パタパタなびいてるもんね、旗がね。ありがとう大原さん、パイ投げありがとうございます。カトラン風船ありがとう、いらっしゃい。あれは L 型に軸が入ってるからそう見える。L 型に軸が入ってる。元素記号表にないような重金属が隕石として飛んできたら危ないし近づけない。どっから仕入れてきたっていうか、まあなんかそれっぽいのをそれっぽく売ってるだけなんじゃないの。月面には、計画用の反射鏡を設置して帰ってきてる。レーザー当てたらわかるみたい。なるほど。
でも月に行っても何もないと思うけどな。月に人類が行ったとしても何もないと思うよ。なんかあるのかな、月に行ったら。だって地球と構成物質がほとんど一緒なんでしょ。ないと思うんだよな、何も。あるかな。空気ないんだっけ？薄いんじゃないの？謎はまだまだ多い。俺はビッグバンインパクト説が正しいんじゃねえかと思ってるけど、月に関しては。のんちゃん後ろに寝てる。なんだそれはインパクト。その月ができてる、なんかエヴァンゲリオンのセカンドインパクトってなんでセカンドなんだろうっていうのはずっと気になってて、でいろいろ調べてたら、なんかそのエヴァンゲリオンの設定集の中に、これはビッグインパクト説を採用した世界観から来てるので、2回目のインパクトがセカンドインパクトですって書いてあったの。でビッグインパクト説っていうのが、その天文学の最有力だって言われてる説なんだけど、月の構成物質と地球の構成物質が酷似してるんだよ、まず第一点。で天文学の謎の一つとして、地球のさ、地軸って傾いてるじゃん。でまあ今それで安定してるんだけど、まあなんでそういう風に傾いたのかがよくわからない。多分発生してる時はもっとまっすぐだったんじゃないかみたいな。まっすぐの意味もわかんないけど、傾いたって言われてて。はい、野田照さんとみすけはどっち？で、傾いてると。で、そもそも月の存在がよくわかんないっていう。なんで、その地球の周りをぐるぐる回ってるんだろうっていう。そういうのを、なんかこう、思考実験としてやって、ビッグインパクト説っていうのがあって、まあ、そこそこ地球よりも小さいんだけど、そこそこ大きい惑星が地球に、まだ月がなかった頃ね、ゆっくりゆっくり激突するのよ。で、激突してめり込むの。地球の中に。で、その時に恐竜が滅んだんじゃないかっていうふうにも言われていて、ノアの洪水とか、なんだかんだみたいな。で、まあ、とにかく、ゆっくりぶつかって傾いたと。で、めり込んだと。で、破片が宇宙空間に散らばったと。ただ、地球の自転の回転で、球状に収まるわけだ。で、それで月ができたっていう。そう、隕石衝突説のことをビッグインパクト説。で、エヴァンゲリオンっていうのは、その宇宙から使徒がやってきて、黒き月っていうのが後から出てくるんだけど、それが、その、なんつうの、地球にぶつかったやつだっていう設定なんだよね。疫病神さんいらっしゃい。まあ、ジャイアントインパクト説でもいいんだけど。なでっかい星が地球にぶつかって月ができたっていう説だね、簡単に言うと。で、ほら、エヴァンゲリオンのジオフロントっていうのは黒き月のクレーターなんだよね、あれ。だから、球状に穴がある。まあ、そういう世界観だね。まあ、それでいいんじゃんっていう。
そうなってるんじゃないかなっていう。終わった説ってどうなんだ？どうなんだ？どうなんだの意味が分かんない。売ってる会社？あれはまあ俺すげえ、俺実は友達にプレゼントしたことがあって、誕生日プレゼントで、あれはすごく面白いと思うよ。月の土地を欲しいって考えた人がいて、アメリカ人で。で、権利とかを調べていったんだよ、その人のいいところは。そしたら月の所有者って誰も名乗ってないっていうことに気がついて、ですぐ特許を出したの。でそしたら通っちゃったんだよ。 月の所有者はこの会社の持ち物ですって。でそれを切り売りするっていう。 月の俺中見せてもらったことあるけど、そのなんか証明書みたいなのがあるんだけど、名前書いてあって、その月のここ 月の なんか写真があって、ここのサッカーコート1面分ぐらいがあなたの土地ですよって書いてあるの。独占企業なんだよ。でまあそれで火星とかいろんなのをどんどん特許取っていって、まあでも面白くない？夢があってよくない？月とか火星とかいろんな星の権利を売ってる。でもいいよね、紙切れ1枚が3500円で売れるんだもん。で、なんだっけな、額みたいなのを選ぶと1万円ぐらいにするのかな。恐竜が死に絶えたのは、恐竜ってでも死に絶えてないでしょ。鳥が生きてるんだから。鳥が生きてるんだから、まあ死に絶えてはないと思うよ。俺明らかに釈迦とか見てて、こいつ恐竜だなって思うもんな。もろ恐竜だね。あと、獰猛なの、やっぱり。体は小さいけど、すげえ喧嘩っ早かったりすんの。あ、やっぱ恐竜だなって思うよね。足とかも3本でさ、なんか恐竜だもん、完全に。爪とか見ると。そうそうそう。なんであんなに体がでかかったのかはよくわかんないけど、あんなにでかい必要があったのかな。めちゃくちゃな大きさだもんね。あ、でっかいトカゲでしょ、要は。あ、そうなんだ。へえ。大気の酸素濃度。なんだっけな、生物の進化ってどん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 でかくなるんだけど、限界超えると滅びるっていうね、自然淘汰説を採用すると。どん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 でかくなってくるらしいよ。その、なんだ、食物連鎖っていうの、その強くなっていくために。
で、限界値まで行くと維持できなくて、勝手に滅んでいくっていう。意味がわかんないよ。巨大化は絶滅の前兆。巨人とかもいたのかな。多分それは食い物じゃない。食い物だと思うよ。炭水化物ばっかり食ってたからでしょ。なんかでも、日本人の、農民の、炭水化物のエネルギーの転換量すごかったらしいよね。今、武士家系と混ざっちゃったから、もうそういう遺伝的な強さはないらしいんだけど、なんか、世界の人に比べて、米だけで とんでもないエネルギーを吸収できる、すごい特化した人類だったらしいよ。農家は。家とか守る文化ってもうないもんね。108、まあ150ぐらいでしょ。だって宮本武蔵がめちゃめちゃでかかったっつっても180ぐらいでしょ、あれ。ホワイト企業さん、こんばんは。どっかの部族、タロイモしか食ってないのに、筋骨隆々とかある。腸が長いんだろうね。あと意外とさ、海苔ってあるな。海苔をね、消化できるのって、海苔だっけな、わかめだっけな。なんか海苔を消化できるのか、わかめを消化できるのか忘れちゃったけど、あれ日本人と韓国人だけとかあるよね。わかめだっけな。他の民族は消化できないから、そもそも食い物じゃないっていう。わかめだったっけ？海苔だっけ？そうなんだと思って。海苔って消化できない、食い物じゃないんだと思って。海苔か。海苔美味しいのにね。消化不良を起こすってことでしょ？かわいそうだよね。いや、だからさ、外人とかに寿司とかで海苔巻きとか食べても なんだかわかんないでしょ。栄養素として体の中に入らないでしょ。磯の香りがしてめちゃめちゃ美味しいんだよな。でも、海苔を食おうと思うってすごいよね。なんか、手間がすごいじゃん。まあ、しばらくいけるけど、なんか薄く伸ばして乾燥させるわけでしょ？で、こんなペラペラなわけじゃん。だから、なんつうの。食い物っていうか、調味料的な意味合いじゃん、あれって。多分。あそこに栄養価があるって。とは思ってないでしょ、昔の人も。謎の手順。海辺に食べ物が
漂ってるって胸のやつ、なんか松本人志が言ってたんだけど、すごいと、生命は死んだ後にうまくなるっていう話をしてて、島田紳助と一緒に話してる時に、海なんかもう飲むだけで出汁が効いてるはずだと、あんだけ生き物がいるわけだから。で、貝とかも、もう絶対に食べられないように、あんなにさ、こう、硬い殻に守られてるけど、もう絶対に食べさせないぞ、絶対に食べさせないぞって言うけど、死ぬ時にどうぞって、召し上がれってやると、めちゃめちゃうまくなるっていう。謎だよね。いや、豚肉もそうだし、すべての食い物ってさ、風呂に使ってるだけじゃ、うまみは出ないわけじゃん。いやいや、貝は、出汁はうまいよ。味覚音痴ですか？あのね、たまにね、なんか若い女の子とか味噌汁作ってあげるっつってね、味噌だけ溶かすやつ、殺意湧くよね、本当に。味噌汁ってほぼ出汁がないと食えたもんじゃないんだよ。味噌 だからね、アメリカの外人とかもそうなんだよ。日本食、味噌だけ溶かしてて何の旨味もないみたいな。くっそまずいんだよな、本当に。タコ美味しいよね。タコはうまいね。タコ食わないって意味がわかんないよな。タコは絶対食うだろ。なんで食わないんだ。タコが怖いの意味がわかんないんだよな。あんまりっつうか、なんかだから食べないね、全く。イカはまあうまいね。ではまあ何でも食うな、日本人って本当に。何でもうまいっていうか いや、日本人は本当グルメだと思う。沖縄そうだね、豚とカツオだね。与那国島でとかでもカツオ取れるんだっけな。あと、カジキマグロとか取れるんだよね。まあ、ばあちゃんカツオ大好きなんだよ。あと、なんだっけ、ワカメの日本人の摂取量、沖縄がナンバーワンなんだよ。ワカメ。ただ、沖縄ではワカメ取れないんだよ。すごいよね。沖縄の人、ワカメ大好きなんだけど、沖縄ではワカメは取れないという謎の現象が起きてるんだよ。ワカメ、昆布。あ、昆布だっけ？ワカメじゃなかったっけ？昆布だっけ？あ、パイ投げありがとう。昆布か。昆布が取れないのか。え、昆布だっけ？ワカメじゃなかったっけ？パイ投げありがとう、ゆめのさん。俺も寿司屋行ったら貝ばっかり食ってるもんな。貝うまいよね。貝料理好きだわ。おお、はずきちゃん、久しぶりだね。お久しぶり。パイ投げありがとう。俺ね、味噌汁に何でもかんでも入れる人いるでしょ。俺大嫌いなんだよな。わかめならわかめ、あさりならあさりってやってほしいの。なんか豚汁みたいにする人いない。俺はしじみが一番好きだな。
しじみの味噌汁が一番好き。しじみのうまさは異常だよ、本当に。しじみの味噌汁食いにくい。しじみはうまいよね。やっと投げれます。いっぱい投げて。しじみはめちゃめちゃうまいよ。腹減ってきたな。ありがとう。まあ、招き猫ありがとう、はずきちゃん。ありがとう。いえいえ。しじみの実は食べるでしょ。食べるでしょ。招き猫いい。もうほんとテンション上がるよね。招き猫は常設化してほしいんだけどな。招き猫最高。ありがとうございます。これだーっつって。しじみの実を食べない？俺、魚なんかもう骨しゃぶり尽くすよ。なかなか売ってないんだよね。食べるときっていうか、まあ、言わんとしてることはわかるかな。いや、身が小さいし、わかるわかる。わかるけど、その、だしのさ、出方が半端じゃないわけよ。しじみのポテンシャルは。半端じゃないんだよ。しじみはいいよ。肝臓にいいんだよね。だから、お酒飲んだ後、しじみ汁飲みたくなるのは正解なんだよね。あと、ラーメンも確か正解なんだよね。そう、アルコールで壊れた肝臓に必要な成分がラーメンとしじみにはすげえ入ってる。だから、合理的な判断。沖縄の人って知ってる？飲んだ後、ステーキ食うんだよ。意味がわかんないでしょ。締めにステーキ行くんだよ。俺ね、締めにステーキ行こうって言ってるし、頭、なんつうの、そう、なんていうの、そう、もうそれ定番だからみたいなノリがよくわかんなくて。昼配信にばっかりやってたかな。夜配信もやるよ。昼ばっかりだった。いや、マジだよ。沖縄のリスナーに聞いてごらん、今度いたら。龍神マブヤーとか。本当だよって。なんか沖縄ルールが独特だからな。沖縄本当ルール独特。関係ないけど、焼肉食べた後ブラックコーヒー飲むとカロリーなかったことになる。絶対ないね、それは。そんなわけないでしょ。絶対嘘なんだけど。それはね、いくら俺でもわかる。絶対嘘。それは絶対嘘。ありえない。ありえません。絶対嘘です。ありえないでしょ。焼肉食べた後コーヒー飲むとカロリー。あい、花火ありがとう。だって、カロリーがなかったことになるっていうのは、胃の中に入った焼肉のカロリーがゼロになるって意味なんだよ。ありえないでしょ。え、そんな、もうそれはさ、絶対にさ、嘘だってわかるじゃん。っていうことはだよ、その焼肉食べた後にコーヒー飲んだらっていう生活を、多分ね、1ヶ月ぐらい続けたら餓死するってことだよ。だってカロリーゼロでエネルギーの摂取がないんだもん。あり得ると思う、はずきちゃん。
1ヶ月焼肉しか食いません、その後食後にコーヒーを飲み続けます、1ヶ月経過しました、死ぬんだよ、絶対死なないでしょ絶対死なないでしょ。そう、ブラックコーヒーが毒っていうかさ、カロリーを無効化するってことでしょ、ありえないよそんなの。っていうか葉月ちゃん天然だな、よく信じるなそんなの、ありえないよ絶対、絶対ありえない。え、そんなの聞いたことある？それどこで噂になってんの？俺それ初めて聞いたよ、そんなの。そんな話を聞いたのは俺生まれて初めてだけどな。有名なの結構、焼肉の後にコーヒーを食べるとあのカロリーがゼロになるっていう話は聞いたことないぜ。LINE ニュース ?LINE ニュース嘘ばっかりだな、ほんと。ありがとう、花火ありがとう、ロビちゃんワード2また来てね。ダイエット系はデタラメな話が多いからよくわからない。なんかコラーゲンとかその美容系もそうじゃない？だってコラーゲンって食べてもさ、あれただの脂肪の塊だからさ、コラーゲンはコラーゲンに絶対ならない、コラーゲンはコラーゲンにならないから、なんでそんな、なんでそんな嘘がまかり通るんだろうっていう、不思議なんだよな。俺ネットワークビジネスやってたからさ、水素はさ結構そのあるなっていう感じはあるの、自分の中で。水素、まあ水素売ってたしね俺。アミノコラーゲンとかいう無意味な高級粉、アミノコラーゲン、あ、アミノ酸はでも取った方がいいでしょ。コラーゲン、アミノコラーゲンが何なのか分かんないけど、アミノ酸は取って別に悪くないっす。俺はね、なんか健康系は水素と酵素だと思ってるんだよね。食い物系、水素とか酵素ってすげえ大事だなと思ってる。なんだっけな、そのカップラーメンとかって本来非常食扱いなんだよね。酵素は間違いない。っていうか、まずその生きてるものを食べないとダメだから、そう。死んでるものじゃん。だからカロリーが高くても栄養になるかって言ったらならないんだよね。水素も大事だよ。抗酸化。
おう、今川さん、パイ投げありがとう。ロザスさんこんばんは。ハーさんこんばんは。パイありがとメシ何食おうかな。花火ありがとう。水気ありがとう。いつも。ありがとね。あざーす。サンキュー。ご飯何食べようかな。おお、花火2発もありがとう、みーすけ。あざーす。連続花火？あざーす。すげえ。あざーす。たくさんありがとう。おいおいおい、どうしたどうしたどうした？バブル来た？ 3 発目花火ありがとう。ありがとう、3発も。あんま無理しないでね。ありがとう。あざーす。どうしたんだろう。宝くじ当たった？ いいことあった。ありがとう。うわ、すげえ！お花火ありがとう！みーすけありがとう！うわ、めっちゃ嬉しい。ありがとう。あざーす。どうしたの？みーすけ急に。ありがとうね、こんなたくさん。あざーす。タイミングで合わなくてなかなか見れんかったから。5発目、5連発、ありがとう！ミノムシさん、ありがとう！ありがとう！花火ありがとう！ありがとうございます。すげえ、こんなにたくさんありがとう、みんな。嬉しいわ。ありがとミスケ、なんかね、タイミング合わなかったよね。最近ね。でも、みんながね、支援してくれてるから。ありがたいことに。なんとか今月もやってけそうだよ。この前のね、企画がすごいなんか好評だった。顔に文字書いてくやつ。体中もうマジックで落とすの大変だったけど、いまだに残ってる。多分背中とかまだ「カズマ」って書いてあるよ。ありがとうございます。
なんかさ、ニコ生のひろゆきの動画最近見てるんだけど、ニコ生のやつ、結構ふわっちの話題出てるね。ひろゆきもふわっち、ふわっちって言ってて。よくなんか稼げてる配信者の代名詞とか、稼げてる生主の話するとね、ふわっちの話題出すんだよね。あ、ふわっちとかねーとか。本当はね、多分ニコ生でね、そういうサービス作りたかったんだろうなとか思って、ひろゆきとかは。まあ悔しいよね、ニコ生からするとね。自分たちがやりたかったことできなかったわけだもんね。のんちゃん起きないな。ご飯何食べよっかな。飯を何食べようか迷う。先攻で圧倒的優位だったのにあぐらかいちゃったね。誰が？何を？何の話？ああ、ニコ生？ニコ生の話かな。主語がないと分かんないんだよな。ニコ生だよね、多分。あぐらかいたっていうか、まあ、売り抜けたっていう印象かな。っていうか、もともと生放送は儲かるコンテンツじゃないから、なんか、そこを本気でやってる感じはしなかったね、ずっと。あの人たちやっぱ、ほら、オタクじゃん。立ち上げてる人が。遊んでる感じにしか見えなかったね。なんかこれ儲からないよねみたいな。儲けようとかイノベーション起こそうっていう感じには見えない。なんかたまたま当たったねみたいな。川上さんとか面白いなとか思うけどね。めちゃめちゃ頭いいから。喋り方下手だけど、カワンゴはめちゃめちゃ頭いい。な、見切ってるコンテンツなんでしょ。もう結局 YouTube にはかなわないよねっていう。Google には勝てないよねっていうコンテンツなんでしょ。あ、そう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 。なんかさ、皮膚からガラスが出てきたんだけどさ、過去に怪我したさ、傷になったところからガラスとかが出てくることってある？石とか。小さい小石とかガラスとか出てくることってある？なんかね、マジックでこう、顔はあれだよ。小石とかガラスとかない状態なんだけど、ここに傷があるんだよ。そう。で、ガラス玉が出てきたのよ。ちっちゃい破片が。いてえと思って、なんだろうと思って。じゃあ明らかに皮膚から出てんのよ。2個ぐらい。あるんだ。いや、あるのかなと思って。なんで俺。で、ここ怪我してんのよ。思いっきりバッサリ。だから、ああ、これ多分傷口から出てきてんだと思って。あるのかな？あるのか。そう、なんかちょっと不安で、鼻から、皮膚からガラスが出てくる病気なのかなと思って。ポロって出てくるんだよ。あるんだ。おお。なんか小学生の頃さ、鉛筆の芯がさ、残ってるやついなかった？ 必ずクラスにさ、一人ぐらいいなかった？小学生の頃。なんか手に鉛筆の芯が残っちゃってるやつ。で、大体いじめられっ子かアホなやつなの。
なんかこう指タッタッタッタとかやってブスって刺してそのまま芯が残っちゃったんだよねとか、いじめられて その鉛筆刺されて芯が残った2パターンあるんだけど、あれもなんか都市伝説があって、このまま放っておくと心臓まで届くっていう。え、みーすけ、鉛筆に芯あんの？鉛筆の芯あるの？え、それはいじめられたの？それとも、自分でアホなパターンなの？いじめられるパターンの？そう、青黒いのが、なんか、ほくろみたいに残ってるやつ。いたよね。小室哲哉の顔のほくろ。あれ、鉛筆の芯なの？あ、知らなかった。顔になんで鉛筆の芯が入るの？で、あれはいずれなんか小学生の間に流行ってたのが心臓に届いて死ぬとかいう。だからゆっくり移動していってみたいな。あれは出てこないのかな？あれ残るのかな？鉛筆の芯は。っていうか、なんであんな体の中に鉛筆の芯が残るのか俺全然意味がわかんないんだけどね。なんで出さなかったの？っていう。基地に鉛筆で手のひらやられた。あー、自己パターンね。気違いに。最低だよな、そういうやつ。死ねばいいんだよ、本当に。コンパスで刺してくるバカとかもいたもんね。死ねばいい、本当に。かわいそうに。俺すげえトラウマなのが、俺妹にめちゃくちゃ妹がわんぱくで、子供の頃手つけらんないぐらいもう喧嘩売ってくるような子供だったの。で、俺温厚じゃん。喧嘩とか大嫌いじゃん。で、なんか妹がその殴ってきたりとかうざがらみをしてきて、あんまりひどいから払った時に、ちょっと払った時に、俺の手の爪が伸びてて、その妹の手かなんかに傷が残っちゃったんだよ、少し。爪の跡みたいな。で、俺何がトラウマかっていうと、母親にずーっとだよ。何年間も女の子に傷つけて、この傷は一生消えないって、もうずーっとことあるたびに言われんの。何でもない時も言われんの。逆に、お前が俺の心に傷つけてるわって、もうずっと思ってた。虐待だよ、あれ。あれは本当に、そう。妹も気にしてないの、別に。あれは私が悪かったって言ってるし、俺も傷つけようと思って、そういうことをわざとやったわけじゃないのよ。もうぐじ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 ね、結婚できなかったらお前責任取れるのかとかね、もう何時間もずっと言われてて、もう気が狂いそうになった。こいつ死ねって本当に思ってた。 子供の頃から。こいつ本当に死ねって思ってた。これは教育じゃない、ただの虐待だと思って。取り囲む、排出じゃなくて取り囲む。排出じゃなくて取り囲む。これ以上激しい喧嘩しないように、そういう言い方、何年間もだよ。で、もともと俺が喧嘩売らないもん。もうだからね、もう家族の関係ぐちゃぐちゃにしたのあいつのせいだよ、本当に。なんか全部俺のせいにされたけど。もう大っ嫌い、本当に。二度と関わりたくない。葬式で呼ばれたら爆笑してやろうと思ってる。いや、まあ行かないけど、絶対。行くわけないじゃんって爆笑してやろうと思ってる、本当に。もう二度と会いたくない、本当に。関わりたくもない。マジでね、人間関係はね、整理した方がいいよ、本当に。どの環境かで、人生って本当に左右するから。母親との確執が、まあ別に弟と妹は別に嫌いとか好きとかじゃなくて、別にお互いいなくていいっていう感じだから、なんつうんだろう。別になくてもいいよねっていう。もう他人みたいな感じなの。だから別に、関心はゼロなんだけど、別に会ってもいいし会わなくてもいいみたいな。別に何だろう、何にもないけど、母親はもうほんと関わりたくない。ろくなことがない。ろくなことが本当にない。椅子
スンさん、パイ投げありがとう。ちょっとあの母親から生まれてきたっていうのは嫌だもんね、うん、ちょっと嫌だ、うん、その自分の血の呪いみたいなのあると思って、だからそのなんか親は大事にしろとかいうバカを見るとほんと殺意湧くんだよな、うん、なんかこいつ危ねえ信仰宗教やってんじゃねえのかっていう、うん、なんかもうだってさ親を無条件に大切にしないといけないってさ完全にさもう儒教の教えでさ国家支配の論理じゃん、そんなこと絶対にないんだよ、だって親がろくでもないやつだって絶対いるはずなんだもんでしょ、殺人犯の子供だっているはずじゃん、だからねなんか変なねその倫理観とか道徳とかって俺おかしいなって子供の頃から本当思ってたもん、親を大事にしないといけないっていうその整合性をちゃんと解いてほしい、でそれを言うとそれを解いてる人って答えられないのバカだからね、だからこいつバカだからこういう変な宗教を信じてんだって思っちゃうんだよね、そうでいいお母さんとかいい人間関係だったらいい関係を築った方がいいよねっていう言い方だったら分かるんだけど、その親は大事にしなくちゃいけないってもう宗教でしょ、カルト宗教でしょ、完全にもう絶対間違ってると思う、俺は自分の子供にそんな変な教育しないよね、絶対に間違ってる、であとそのなんだろう親が賢いかどうかって DNA 的な問題よりも親の習慣を俺は子供が引き継ぐと思ってて、だからその食生活もその寝る時間とかの習慣とか勉強をしないととかそういうのって全部親の真似をするもんだと思ってるのね、だから環境って本当大事だなと思うよ、地頭がいいとか悪いとかじゃなくてその無意識にやる環境、うん、だからなんだろう配信を見てる親だったら子供も絶対さネット入り浸るだろうし、親がその本を読んだりとか勉強とかその仕事に熱心な人だったら絶対家で勉強やってるんだろうなっていう感覚、まあ全員が全員とは思わないけど確率的にそう、だからその医者の子供が医者になるっていうのを俺よくわかるの、うん、あれは習慣的にそのそういう風に育てられてるんだろうなっていう、医者の家系ってほら代々引き継いでいくじゃん、で医師免許取るの相当難しいじゃん、あ面白いよね、だからなんかもうそこは逆らいたいとは思ってるけど、クレープさんいらっしゃい、なんかね見てないとか考えてないっていうのは俺全然そんなことなくて、子供って観察力は大人よりあると思ってる、ただそれを言葉で説明することができないじゃん、お母さんに言いたいことを言えないけど、子供って生きていくためにさ大人の行動とかすげえ見てたりするんだよね、ただ語彙力とか言葉を知らないから伝えらんないっていうか、子供はめちゃくちゃ見るし真似るよね。私はバカだけどうちの親戚は東大卒3名すげえな、他は理系の国立行ってるんで、もともと医者の家系、あーめちゃめちゃ賢の家だ、うん、
めちゃめちゃ賢の家だね。石系の家系なんだ。でも、それ多分なんだけど、私はっていう推測だよ。おしりどんさん女性でしょ？だから、女性は、いいやっていう育てられ方をされてる印象がある。多分。お嫁に行っちゃうから、家業を継がないからっていうことで、甘やかされてて。だから、女の子だからっていう、ほら、昔ながらの育て方ってあるじゃん。大学行く必要な。遺伝的には多分頭いいんだよ。だから教育方針として多分家継がないからこの子を医者にしようと思ってないっていう親が鼻から。それは当たってない。たまにびっくりすることある。子供は観察力、洞察力すごいよ。だから、言語化できなかったけど子供の頃思ってたこと全部覚えてるもんね、俺。表現ができなかっただけで。多分、おしりのんさん頭いいんだと思う。母親も医療系の師のつく資格の仕事してる。いや、違うでしょ。だから、それは因果関係つながってなくて、お父さんが医者で、母親が看護師で、だから医者と看護師、要は同業がくっついたっていう感じでしょ。家系の話をするんなら。わかる？医療系の師の薬剤師なのか何なのかわかんないけど、要は職場結婚をしたってことじゃん。言ってる意味わかる？だから子供に引き継がせようっていうのはまた別の論理じゃん。わかる？たまにびっくりすることある。学歴、父親は和道さんみたいです。学歴ないけど経営者。もともと医者の家系か。ああ、なるほどなるほど。自分の家のあれじゃないのか。じゃあ、この議論は成立しない。俺の論っていうのは、血とか家系よりも、教育が、人を育てるっていう論者なのよ。わかるかな？だから、環境が人を育てるっていう議論をしている中で、今、おしりドーンさんがしたのは血の話なの。要は遺伝的な IQ の高さ、DNA みたいな話をしてる。要は、自分の親兄弟とかの DNA じゃなくて親戚でしょ？多分。ようやく理解できた。教育はすごい大事だよね。ていうかもう教育が全てと言ってもいいんじゃないの？経済対策で一番効果があるのは教育だって言われてるくらいだからね。食育は大事だろうな。食育なんで大事かっていうと、味覚の形成は子供の頃にするから。なんかね、うまいものとまずいものの判断ってどういうふうにやってるかっていうと、人間の脳がもともと持ってるものじゃないの、能力として。味覚ってまずいものとうまいものを子供の時にどれくらい食ってるかなんだよ。苦いものとか、あ、スリさんパイ投げ3つありがとう。どれだけまずいものとどれだけうまいものを知ってるかで味覚の幅って変わるの、子供の頃に。だからなんかフランスってさ、変なもの食わせたりするじゃん。これうまいの？みたいな。 あれはわざとやってて、まずいものを知ってる、要は苦すぎるとかそういうものを知ってるとか臭いとかで、味覚の幅が広がるからなんだ。アダルトチルドレンが親の影響なのかな？どうなんだろう？それはわかんないな。因果関係がよくわかんない。どういう因果関係で親の教育、親の影響でアダルトチルドレンが発生するのか教えてもらってもいい？ゆるふわさん。子供の時多くの情報に触れているかどうかでその先大体決まる気がする。あ、っていうかやっぱ習慣だよ。多くの情報に触れてるかどうかよりも、情報収集の仕方を教えてるかどうかとか、
どうやったらその世間を渡っていくかとかを論理体系じゃなくて体験として教えるわけじゃん。その親と一緒に生活するわけだから。だって学校に行ってる時間で8時間でしょ。寝てる時間8時間でしょ。で、ずっと親とか家と8時間過ごしてるわけじゃん。で、学校体験ってさ、子供の頃そんなに変わらないわけじゃん。だけど、親との体験で差がだいぶつくと思ってんの。だから、びっくりするぐらい頭いいやついたんだけど、同級生に。話聞いたらずっと勉強してんだよね、そいつ。で、塾とかにも行ってないのに、学校で一番頭良かったんだよね。子供の時に多くの情報に触れているかどうかでその先大体決まる。インナーチャイルドって何？缶ジュースのお茶があったような気がするな。俺本当に良くないなと思ってんのはさ、子供が宝だと思わない国家を俺滅びると思ってんの。で、日本ってさ、年寄りがさ、子供を全然可愛がってないっていうか、子供を殺す政策をどんどんやってると思ってて、ついに子供すら生まれなくなったから、もう本当に日本って結構終わってるなと思うんだよね。自我の形成ができなかった人がアダルトチルドレンで親からの虐待やネグレストが原因。なるほど。因果関係がしっかりと説明されてるね。なるほど。ゆるふわさん、よく理解できました。ありがとう。すごく論理的なコメントありがとう。なるほど。なるほどだね。確かにだね。確かに。そういう意味ではめちゃめちゃ因果関係あるね。インナーチャイルドとは子供時代の頃の記憶や心情、感傷のこと。どういう意味なんだろう。インナーチャイルドはっていうのが質問なのか何なのかよくわかんないから、子供の頃の記憶や心情、感傷のことが何なんだろうっていう感じかな。ありがとうございます、解説。インナーチャイルドがどっから出てきたんだろう。おいお茶うめえな。伊右衛門派だけど、多いお茶うめえな。やっぱ売れてるもの、伊藤園か。うまいな。多いお茶うまいな。うまいな。改めてうまいな。いや、うまい。多いお茶うまい。俺思うんだけどさ、なんか缶でジュース作った方が国家的にいいんじゃないかと思うんだけど、どう思う？ペットボトルよりも缶を消費した方が国のためになるっていうのが俺の考え方なんだけど、みんなどう思う？年を取るとつうか、なんかうまいね。伊右衛門よりうまいな。伊右衛門が一番うまいと思ってたけど、定番すぎて気づいてなかった。伊藤園ね、結構うまいんだよね、いろんなのが。多いお茶うまいわ。
範囲広いに貢献できる。缶のお茶、妙にうまい時がある。これ小さい缶だからかな、パチンコ屋の。なんか単純に資源としての価値がさ、缶の方があるじゃん。鉄だから、アルミとか金属だから。ペットボトルってさ、絶対資源としての価値なくない？だから缶の方がいいんじゃないかっていう考え方なんだけど、どうなんだろう。作り出すエネルギー量で比べると缶の方が高くなっちゃう。それはだからさ、作り出すって別に、なんつうの、まあ、わかるけど、わかるよ。それだから企業側から、それ企業側の話じゃん。モイストが言ってんの。コストの話だから。俺が話したの、国の資産として考えるとってことね。要は日本国に缶がどれだけあるのかっていうのは資源になるわけだ。だけど企業側は缶のコストが高いからっていうことでペットボトルの方を多分使ってると思うけど、ペットボトルがいくらあったところで資源にならなくねっていう話。缶はリサイクルできるわけだ。ペットボトルのリサイクルはね、経済的に無駄って言われてるわけじゃなくて、ペットボトルはペットボトルにならないんですよ。で、リサイクルされてる率ってほとんどないのね。ほとんど燃やして捨ててるだけなの、あれ。だから、幻想。鉄は間違いなくリサイクルできるな。溶かしたら同じ分の アルミとかになるわけだから。だから、資源になるんじゃないかなっていうのが俺の考え方。売れるの？何に使うんだろうね。ベトナム人がペットボトルを買って何に使うんだろう、ペットボトル。だからフリースとかの繊維とかになるんだよね、確かペットボトルのリサイクルって。あと割り箸はエコじゃな、なんかね、ひろゆきの話聞いてて売れるんだ。へえ。なんかひろゆきの話聞いてて、ひろゆき頭いいなって思った話があって、あのさ、ジャスラック騒いでた時あったじゃん、一時期。なんかジャスラックは最低だみたいな人いっぱいいたじゃん、ネット上とかで。で、ひろゆきが なんでジャスラック最低なのっていうのをリスナーに問いかけてて、
最低だよって、あいつら儲けやがってっていうのがリスナーの意見だったので、ひろゆきが問題定義した、その問題定義がすごく面白かったんだけど、誰を守りたいのって言ったの、ひろゆきは。そしたらほとんどのリスナーはアーティストだって言ったのよ。いや、あのね、ジャスラックなくなったら困るの、アーティストなんだけど、なんでジャスラック叩くのっていう、その単純明快な話がすっごく面白くて、劇的に論破されてたの。もうグーの音も出ないぐらいリスナーが論破されてて、すっげえ面白かったんだよね。なんか誰一人反論できなくて、なんかジャスラックが悪いと勝手に思い込んでんのよ、そのみんな。で、そうじゃなくて、ジャスラックは権利守る側じゃんっていう。で、ジャスラックの運営方針っていうのはアーティストが決めてるんだよっていう話出て、もうね、なんかリスナーがボコボコにされてるのがすっげえ面白かったんだよね。頭いいわ、あの人。頭いいっつうか、フラットに見るし、ソースを取りに行くタイプだから、持論がしっかりしてるし、裏取りをちゃんとやってるよね。だからよくよく考えると、そのジャスラック叩きって全く意味が分かんないんだよね。ひろゆき冷静だよね。感情的に一切ならないもんね。冷静っていうか、なんだろう、頭のいい人ほど怒らないっていうのがあるんだよ。バカな人ほど感情的になる。だから、そう、怒ってるっていうのはそもそも何なのかっていうと、IQ が下がってる状態のことを怒ってるって言ってもいいのよ。動物的になってるって。だから頭いい人って怒んないんだよね。感情的にならないんだよね。なんでかっていうと、問題解決とかができちゃうんだろうね、多分。そう、話してるだけとか、考えてるだけで。俺感情的になるよ。めちゃめちゃ頭悪いもん、俺。IQ 高くない、俺。俺はめちゃめちゃエモーショナルな人間だと思ってるよ。面白かったな、ジャスラック問題。だからなんか関心がないから人のことを叩けるんだなっていう、その世間一般の人っていうのはよく思った。なんかその不倫問題とかも、誰が叩く権利があるんだろうっていう。配信者の中で落ち着いてる方かな、どうなんだろう、わかんないな。だってベッキーが浮気したとかどうでもいいじゃん。俺ね、ベッキーが浮気した問題はね、得しかしてないと思ってんだよね。見てる人っていうか、視聴者側、リスナー側というか、世間側というか。ああ、こんばんは。楽しんでってください。だってさ、ベッキーをエロい目で見ることができるって得じゃない？なんか、ベッキーに色気がついたんだよ。元気いっぱいベッキー。天真爛漫。毎日笑顔。元気いっぱいベッキーが、なんかちょっとエロくなってない？あれ以降。それって得だなって思うんだけどな。なんか、ベッキーに感謝することはあっても、怒ることは一つもないんだよな。怒っていいのはゲスの極みの奥さんだけだよな。元気の押し売りだよね。でもベッキーデビュー当時下ネタとか結構全然 OK のキャラだったんだけど、多分事務所とかが禁止したのかな、こういう路線でいけみたいな。もしくは本人がそういうキャラを演じてたような。俺ベッキーが浮気してから、なんかちょっとベッキーエロいなって、俺は需要あるね。ベッキーエロいなっていう目線でベッキーを見ることができる。
新しい視点をもらったよね、ベッキーから。ベッキーも女なんだなっていう。あえてその不倫問題の時に元気いっぱいなベッキーを見たよね。キャラをガチガチに固めてるベッキーを見たよね。下ネタ一切 NG のキャラだと。だ下ネタ NG の女とか痛いやつじゃん、正直。たまにおばさんとかでもいるけどさ、下ネタ NG なやつ、そう、30超えて下ネタ NG なやつって俺痛いやつだと思ってて、まず間違いなく独身だよね。間違いなく独身でさ、で、やばいやつだと思ってる。てか女の人の方が下ネタ好きだと思ってるから、俺は。男よりも。小学生の頃からね、女の子のひそひそ話が大っ嫌いだったの、俺。なんか女の子ってさ、ひそ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 くすくす笑ってさ、なんか学校の端っこの方、クラスの端っこの方でなんかひそひそずっとやってるじゃん。いろんな人見ながら。俺もうすげえムカついてて、すごい嫌いだったの。なんだこいつらと思って。で、なんならやかる時もあったの。何話してんだよ、みたいな。なんでもない。だったらそんなことすんなよ、みたいな。いう感じだったのね。でもある日、女の子から、ねえ、あれって、もう大人になってね、お肌超えてから、ねえ、女の子ってクラスの端っこでひそひそ話してるでしょって。俺あれ大嫌いなんだよ、つったら、女の子が、あ、私も大嫌い、あれって。で、あれ何話してるか知ってる？ワドって。いや、知らないから嫌なんだよ、つって。あれ全部どぎつい下ネタだよって その女の子は言うの。あれ大体ひそひそ女の子が3人ぐらいで集まってひそひそしてるときは、大体下ネタだからって教えてくれて、それからね、許せるようになったんだよね。中学生のひそひそ話は、あれはどぎつい下ネタをしてるんだって思えるようになったね。救われたよね。あ、そうだったんだ。悪いことしたな。申し訳ないっていう。悪いことした。なんかどうも女子はえぐい下ネタを話し合ってるらしいよ。指向性マイク。でも人間の体ってよくできてるよね。目はつむることできるけどさ、見たくないものは見ないってできるけど、耳は塞ぐことできないもんね。で、口は1個しかないけど耳は2つついてるっていうのは、喋ることよりも聞くことの方が大事だよって神様が言ってるような気がするんだよね。喋ることよりも聞けよっていう。それはなんかすごい深いなぁと思って。耳が2つないと位置が1。神の声を聞くため。フットサルハマってるんだ。
位置がわからないから。耳は2つないと位置がわからない。え、わかるでしょ。え、例えばなんだけどさ、え、位置ってどういうこと？音量で距離を測るんだよ。それ目だよ。俗に言われてんの。耳は2つないと位置がわからないってないでしょ。だって俺今自分の声聞いてるけど位置わかんないもん。自分の声がどっからしてるのか。ヘッドホンで自分の声聞いてるけど。サバゲーめちゃめちゃ楽しいよ。音は位置を測る装置じゃなくない？それ距離を測ったりするの音量の問題だから。方角とかには弱くないか。まあ右耳から聞こえた、左耳から聞こえたで位置を測るって意味なのかな。飛ぶ方向？でもそれだったら俺が言ってる論理が合ってるな。要はアウトプットをすることよりもインプットをすることの方が生きる上で重要ですよっていうから、別に整合性は合ってないかな。ドクターペッパーの味めちゃめちゃうまいじゃん。あれ杏仁豆腐だよ。炭酸抜いたら杏仁豆腐の味するから。知らなかったでしょ。救急車の音がどこから来てるかわかるでしょ。いや、そういうことを言ってんじゃなくて。はい、お帰り。あ、音がする方向がわかんないんだ。へえ。そうなのかな。なるほど。ドクターペッパーの味は杏仁豆腐に炭酸を強めに入れてるっていう味の解釈なんだけど、杏仁豆腐味だよ、ドクターペッパーは。ドクターペッパーってさ、今既存に出てる清涼飲料水の歴史の中で一番古いのドクターペッパーなんだよね。ドクターペッパーはもともと薬局で売ってたんだっけ。清涼飲料水って、炭酸は体にいいって言って、そう、もともとだから医者が処方箋出してたんじゃなかったかな。ドクターペッパーってめちゃめちゃ古いんだよ、歴史が。多分清涼飲料水で最高の飲み物だと思う。唯一無二。いや、杏仁豆腐でしょ。何回言わすんだよ。唯一無二じゃないから。本当だからやってみて。炭酸抜いて放置しておいて、蓋開けてね。飲んでみて。杏仁豆腐だから。なんかさ、こう麺好きじゃん俺。こう麺に出てくる杏仁豆腐めちゃくちゃうまいんだよね。スマホの故障でふわっちの引き継ぎがうまくできなくて550人いたフォロワーさんが42人になってしまった。え、ふわっちの引き継ぎがうまくできないってどういうこと？ログインするときにパスワードと ID とパスワード入れればいいから、運営さんに聞けばいいんだよ、それ解放。ただパスワードが分かんなくなっただけでしょ。ふわっちの引き継ぎはうまくできないじゃなくて、パスワードと ID 忘れただけでしょ。配信者にとって ID とパスワード忘れるってもう絶対あっちゃいけないことだよ。絶対メモしないと。ただそれ以外ありえないと思うんだけど。もしそれ以外の不具合だったら、
運営さんが対応してくれるはずだよ。え、関西で販売してないの？ドクターペッパーって。え、ドクターペッパーってペットボトルあるよ。あるある。ドクターペッパーに限らずさ、ケンタッキーにしろ、コカ・コーラにしろ、原材料を公開したらパクられるじゃん。絶対やらないよね。コカ・コーラとかって最高機密ぐらいじゃなかったっけ？なんか、会社の経営者の中でも3人しか知らないとかさ、そういうレベルのでしょ、ケンタッキーとかも。それ公開しないでしょ。パクられんだもん。運営さん、いや、そうじゃなくて ID とパスワード忘れただけでしょ。それ以外理由なくない？パスワード覚えてるんだったら ID はわかるはずだよ。だって開放って検索したら ID 出てくるから。え、ドクターペッパーって関東しか売ってないんだ。知らなかった。マジか。俺ドクターペッパー結構好きなんだよ。関西には行けないわ。マジか。え、アマゾンとかでは買えるんでしょ？え、ドクターペッパーの味知らないの？じゃあ関西人。マジか。マジか。いや、ちょっとね、関西に住めない理由が一個できてしまったよ、俺。ちょっと本気で困るわ、それは。マジか。ペプシコーラの香料に人間の堕胎した胎児使われてるってマジなの？マジに決まってるでしょ。ミノムシさん、知らなかったの？にわかだな。それマジでしょ。それ以外の味、あ、それ以外ありえないでしょ。あんな美味しいんだもん。なんで逆に入ってないと思ったのか聞きたいわ。たまに仕入れてる店がある。ああ、じゃあ激レアなんだ。あ、ドクターペッパー売ってるみたいな。これまずいんだよ。っていうかさ、ドクターペッパーがまずいとかさ、沖縄で売ってるなんだっけ？なんだっけ？ルートビアだっけ？あれめちゃめちゃうまいんだけど。俺めちゃめちゃ好きなの。沖縄のルートビア。あれをまずいっていうか、湿布の味がするとかさ、ディスやめてほしいんだよね。うまいから。めちゃくちゃうまいから。ガラナは飲んだことないかな。あ、ねえ、もうコカ・コーラの話じゃないんだけど、コーラで一番うまいの何か知ってる？ウィスパー知らない、聞いたことない。名前を聞いたことを初めて聞いた。32年間生きてて。コーラで一番うまいコーラってこれだから。もうこれは絶対譲れない。もうコーラで一番うまいのはインカコーラ。もうね、何回説明してもね、納得してもらえないんだよね。インカコーラ知ってる？みんな。インカコーラ知らない人いんのかな？これ知ってる？インカコーラ。これが一番うまいコーラだから。世界で一番うまいコーラ。ゴールデンコーラ。インカコーラですよ。コカ・コーラじゃないよ。インカコーラ飲んだことある？みんな。これめちゃくちゃうまいよ。高田の馬場のドン・キホーテに売ってるから。高田の馬場のドン・キホーテ以外で売ってるところ知らないんだよ。チェリーコークもうまいね。インカコーラ大好きなんだよな。飲んだことないでしょ。ペルーの代表的なジュースなんだって。コーヒーコーラ。へえ。コーヒーコーラ。コーヒーを甘くして炭酸入れる感じかな。
インカコーラちゃんとブランディングしたらあれだよな。なんか世界的なシェア取れると思ってるんだよな。原産国はアメリカなんだ。コカ・コーラが出資してるから、コカ・コーラ資本なんだって。情けねえな、ほんとに。最悪。コカ・コーラには勝てなかったんだね。キューピッド。ああ、それは絶対うまいね。コーラをカルピスで割る、絶対うまいじゃん。甘すぎるだろうけど、絶対うまいね。キューピッドっていうカクテルなんだ。あ、それは絶対うまいな。またなんか洒落た名前のカクテルだね。素晴らしい。お腹すいたな。お腹すいたな。いやー、もう絶対ありえないわ。もう最低。絶対やらない。絶対やらないし、ああ、もう気分悪い。あのね、お米をバカにするなよ、本当に。俺もうお米愛してるから、もうそういう悪ふざけ大っ嫌いなんだよね。あとね、焼きそばにビールかけるやつ大っ嫌いなんだよ。ビールで焼くとうまいんだよ。必ずやるんだよ、バーベキューの時に。鉄板の前で焼きそば作ろうっていう話になると絶対いるんだよ、一人が。ビールで焼くとうまいんだよって。まずいから。もうね、味覚が狂ってんだよ、酒飲むバカは。ビールばっか飲んでっからもうわかんねえんだよ。初老さんいらっしゃい。いや、もう俺大っ嫌いなんだよ、あれ。許せねえんだよ、ほんと。ビールで焼くとうめえんだよ。まずいから。なんなら。もう目の前で作り比べてやりたいもん。水で作った焼きそばとビールで作った焼きそば。絶対に、絶対に水で作った方がうまい。殺意湧くわ、ほんと。マジでね、ちょっとね、嫌なんだよね、あれ。あの儀式が大っ嫌いの。うまかった試しがない。なんならクソまずいから、ビールで焼いた焼きそば。クソまずい。必ずやるよな。ひっぱたきてえわ、本当に。おいや、パフェ2つありがとう。マキロありがとう。にゃんにゃん。たまにやるから。テンション上がったらこれやるから。パイ投げありがとう。にゃんにゃん。ドクターペッパー入れたら美味しそう。いやー、もういい。もうそういうのいい。そういうのいい。
もう許せねえよ、本当。許せねえよ。米をコーラで炊くとか、もう意味がわかんねえよ。じゃあね、もうわかった。じゃあ答え出すね。答え出すね。なんで俺が嫌いか言おうか、それが。本当にうまいんだったら、全日本人がコーラで米炊くから。世の中で売られている焼きそばすべてビールで作るから。絶対にうまいなら。なぜ家庭でビール使わないのって。まずいからなんだよ。もう答え出てるの。もうね、本当に美味しいんだったら、焼きそばを作る時のレシピにビールって入ってるはずなの。調味料ビールが売られるはずなの。売られてないでしょ？ねえ。だから調味料ビールが売られるはずなんだよ。焼きそば用ビールが。全部のレシピに焼きそばを作る時にはビールを入れてくださいって書いてないでしょ？バカなんだよ、ビールでやるやつ。やりたいだけなの。鉄板の上にビールを垂らしたいの。もう、本当にバカ、ビールをかけるやつ。もう本当ね、本当に俺嫌いなんだよ。バカなんだよ。本当に。バカなの。ドヤ顔もムカつくし、言い方もムカつくの。焼きそばビールで作るとうまいんだよなーっつって。死ねよ、ほんと。死ねばいいよ。いや、気分下がってるっつうの。まずい焼きそば作らされて。バカじゃないの？おめえバカだな。その焼きそば食いたくねえし、気分悪いっつってんだよ、こっちは。なんで誰も言わないの？オナニーだよ、オナニー。やってるやつだけ。美味しいと思ってんのも、楽しいのも。周りは全員不快。あれ、法律で禁止すべきだよ、本当に。焼きそばにビールかけんなって。本当に。いや、もう本当許せないんだ。食べ物を粗末にするやつ、本当許せないの。許せねえわ、本当に。まあ、そんなのバカだよ。バカがやることだよ、もう。酒にビールかけるとか。いや、じゃあ、焼きそばにビールかけると。ソースで十分。その通り。その通り。なんなら、ね、焼きそばにビールかけるとうまくなるんだよっていう、そのビールがうまいソースに変わったら、そいつめっちゃできるやつなの。このソースで焼きそば作ったことある？って。めちゃめちゃうまいから、ちょっと試してみてもいいかなって。うまい！全員ハッピーじゃん。全員ハッピーじゃん。俺はそういうやつが好き。うまいっしょ？って。幸せ。俺はビールかけるやつは本当死ねばいいと思う。地獄に落ちればいいと思ってるから。知らない？ブドウ糖先輩。パンの前で必ずアホがやる儀式だと思ってたけど、わかんない。あと、カレーにらっきょう入れるやつ大っ嫌い。なんでか教えてあげようか。カレーにらっきょう入れるやつ、本当に大っ嫌い。なんでか教えてやろうか。俺、らっきょう嫌いなんだよね。らっきょう大っ嫌い。まあ、それだけなんだけど。カレーに関して言いたいこと出てきた。カレーは、カレーでもう完成してるの。もうね、最終形がカレーなのよ。カレーをバカにするなっていう。カレーパンとか。パン大好き。カレー大好き。カレーパン、もう最悪だよね。うどん大好き。カレーも大好き。カレーうどんも最悪。ポテンシャルが死ぬんだよ。うどんもカレーも。パンとカレーも。なんで気づかないの？もうカレーライスとかインドカレーでもう完成したじゃん。わかるっしょ？これ。わからない。なんでポテンシャルを下げるんだろうっていう。
カレーパン、カレーうどん、カレー味、カレーを出せ。カレー味なんかいらないよ。カレーが食いたいんだよ、俺は。あ、焼きそばパンもそれ。335さん。ありがとう。そう。俺ね、焼きそばパン大嫌いの。焼きそば最高。パン最高。焼きそばパン最低。本当に。本当に最低。焼きそばパン食うやつってあれ、所得低いやつだよね、多分ね。うん、あと彼女いないと思う。カレーパン食べるやつも絶対童貞だと思ってる。お、チケットさんいらっしゃい。パイ投げありがとう。あー、もう許せねえな、食い物、食い物に関しては。なんかあった、そういう、なんか、なんつうかさ、その木をてらったことをやろう、木をてらったことをやろう、成功した試しあった。サンキューちゃん、パイ投げありがとう。ああ、もう最低だよ、みーすけ。それはもう、焼きそばパンはもうないわー。本当にがっかり。みーすけ。本当にがっかり。焼きそばパン食べ、俺ね、なんならコロッケパンも嫌いなのよ。コロッケ最高。パン最高。コロッケパン。もう最低な発想だよ。もう、なんで？俺、焼きそばパン世の中からなくなっても困らないもん。嘆かないもん。わかるよね。焼きそばパン食べちゃうのか。残念。焼きそばだけ食べてみて、今度。パンだけ食べてみてよ。本当に。チーズとパンはもう抜群だよね。うん。なんならチーズはパンのために生まれてきたし、パンもチーズがいなきゃちょっとみたいなこと思ってるよ、常に。あいついねえと調子出ねえな、みたいなところはあるの。チーズも、いや、俺パンのために生まれてきたから、みたいな。で、パンも、いや、たまにでいいからとは言いつつも、やっぱお前がいないと俺のポテンシャル出てこねえわ、みたいな不思議な関係なのね。うん、パンだけでも成立する。ただパンはどっかでチーズもっと濃いよ、お前いないとダメじゃんっていうのは言えないんだけど、パンはずっと思ってる。うん。コロッケパンも許せん。にゃこありがとう、いらっしゃい。美味しいパン屋を見つけて、そこの焼きそばパンは絶品。パンがそれ用に作られてて、あー、もうね、他のパン売らせないね。そんなこと言ったら、そんなうんちく垂れてるなんかやつは、そのパン屋、そういううんちくを垂れる焼きそばパン以外作らせねえから。なあ、もうだだなんか だんだん腹立ってきた。だんだん腹立ってきた。あのね、そのね、ちょっとね、でもね、ちょっと謝らないといけないことも多々ある。あの、俺はピザマンに対して謝らないといけなくて、ピザマンってなんだよって思ってたの。俺はね、正直。もう冬のシーズンが来るたびに、いや、肉まんかあんまんだから。っていう自分がいたの。もう本当に、これは本当に。もうずーっと10年ぐらい。なんだよ、お前ピザマンってっていう。で、なんなら友達が、あ、ピザマンって言った瞬間に、なんならすっごい誹謗中傷してた。おい、ピザマンってなんだよみたいな。ピザマンってなんだよお前みたいな。え、うまいよって。うまいわけねえじゃんって。うまい。正直。めちゃくちゃうまい。なんなら今、ピザマンしか頼まないぐらいうまいね。ここ最近。ここ数年。俺はあの時友達に言ってしまった一言を、過去は変えられないけど、もし過去にタイムスリップができるのであれば、ピザマンのシーンに戻って、ピザマン美味しいよねってあの時言うね。うん、あんまありだわ。うん、あ、ご飯にシチューはね、それはね、ホワイトシチューはない。
正直言うと。なんならホワイトシチュー自体がないから。うん。ビーフシチューはありだね、俺は。スパゲティとパンとか死ねばいいと思ってるね、テミさん。うん。だから、カレーの話から来てんだよ、ここ。カレーはカレー以上のものは出ないの。何回言わせんの、チケシさん。そこから始まった議論でしょ、この話は。カレーを超える食べ物はカレー味では出ないんだって。なん、もう、もう、もう、なんで？カレーマンもないし、カレーパンもないし、カレーライスかインドカレー以外ないんだよ、カレーは。のりこさん、メガホンありがとう。もうカレーマンもカレーパンもないよ。うん、あ、飴を温める。メロン最高、メロンパン最低。あれはね、メロンパンは幸せ、メロンパンは幸せです。だってね、メロン味じゃないんだもん、明らかに。あのね、コペルニクス的展開、パン屋のメロン味じゃないっていう、そう、見た目見た目がメロンっぽいからメロンパン。だからね、あれはね、ネーミングがね、もっとね、もっとなんか違う名前にすればよかったんだよ。もっとかっこいい、なんかわかんないけど、シュバイツワーとか、なんかそのメロンパンってなってるから誤解を招いてるパターンの。あれはポテンシャル高いよ、もっと。うん、チョコチップじゃなくてもうまいものはいっぱいあるよ。うん、あ、サンライズって言うんだ。サンライズいいね。うん、サンライズでいいよ。うん。いや、もう本当に、メロンパンはいいよ。ありだよ。すごくいい。いい子。カレーパン悪い子。カレー入れりゃ、うまいだろ？みたいな、その、パン屋のね、なんか、横柄な態度が見え隠れしてるね。横柄な態度が、パン屋の。カレー好きなんでしょって、うん。カレー入れたら買うんだろお前ら。みたいな、その、上からだし、見下してる感じも嫌いだし。うん、買う層も嫌いだし。うん、俺は貧乏じゃないだろう。リスナーからお金たくさんいただいてんだから。俺はあれだろう、中流階級ぐらいにはなったと思うよ。最近底辺ではなくなったね。まあ奥が深いよな、食い物は。インドにカレーとナンがある時点でカレーパンがないのが答え。いや、ナンはうまいもんだって。ナンがすっごい美味しいのよ、焼きたてだしね。あれはなんで食うもんだよ。うん、なん美味しいよね。ただ冷めるとまずいんだよね、なんて。カレーにね、福神漬けはいい子、めっちゃいい子。だから、らっきょが許せない。もうね、ほんとね、カレーにらっきょだよみたいな顔するやつをね、もうほんとにね、俺らっきょ嫌いなんだよね。そもそもらっきょピンで嫌いなの。
で、カレーの邪魔をするなと。カレー食わせろと。福神漬けはすごくいいよ。福神漬けはいい子だよ。らっきょうは悪い子だよ。らっきょうっている？らっきょう自体いらないもん。俺、らっきょう作ってる農家とは仲良くなれないし、らっきょうのなんか、らっきょうを作ってる会社を経営してるやつとは考え方は違う。喧嘩になると思う。日本人じゃないの？カレーにソースはありだな、俺は。かけないけど、そんなに。俺はありだと思う。いや、メロンパンをサンライズっていうのはすごい勉強になったな。俺サンライズって呼ぼう。あー、なんだろうね。コップにスプーン入れとくの何なんだろうね、あれ。喫茶店でもやるよね。あれ何なんだろうね。なんかあれは宗教的な儀式だろうね。多分。カレーの神様に対する何かの儀式じゃない。あ、でもね、まずいカレーを作る家ってあるよな。もうほんとびっくりするんだよ。カレーがまずい、カレーを作ることができない人はね、料理全部まずい人なんだよ。で、カレーがうまく作れるやつは大体うまく作れるよね。島らっきょう食ったことないな、沖縄の。経験したことあるでしょ？あれね、なんだろう、水みたいな味でしょ？水っつうかなんかじゃがいもスープみたいな。あれ何が足りないんだろう？なんでこんなことになったんだろうって。多分ね、俺の予想なんだけど、カレー粉がまず薄いんだよ。水っぽいの。で、具材を炒めてなかったり煮込んでないんだよ、あれ。もう、要は全部入れてるんだよ。水のカレーの中にバンバン入れてんの。だから工程を無視してるんだよ。ここに書いてあるの全部入れて煮たらカレーになるんでしょっていうバカ女がやるんだよ。なんでこんなことになるのっていう味になるよね。あとね、わかった。玉ねぎをまず飴色にしてないんだ。もうね、これね、俺のカレーめちゃくちゃうまいんだよ。めちゃくちゃうまいの。本当にみんなびっくりするぐらいうまいっていうのよ。あ、家庭料理のカレーだよ。うまいっていうの。なんでって。ジャワカレーでしょ？ジャワカレーの中辛でしょ？って。と、何々でしょ？って。俺もこれだよ。なんでこんなに味違うの？って。とんでもなく玉ねぎを飴色にするから、俺は。とんでもないよ。もう半端じゃなく飴色にする。多分ね、玉ねぎだと思う。まずいカレーの玉ねぎって玉ねぎの形であるもん。要はね、飴色になって溶けてないんだよね。多分俺それが原因だと思う。いや、スパイスが絡まってないんだろうね。いや、めちゃくちゃうまいよ。なんなら俺鶏ガラから作ったりするもん。スープの素を。普通のカレーだよ。家庭料理のカレー。例えば、麻婆茄子も、のんちゃん、麻婆豆腐作ってあげたんだけど、のんちゃんに、ごま油をちょっと多めにひいて、刻みまくったニンニクを焦がすのよ。もうね、炒めるじゃないの。焦がすの。焦がしニンニクにすんの。で、そこに、ね、
そこに、まあ、クックドゥとかの麻婆豆腐の素なんだけど、もうナスを炒めて、しなしなにさせて、で、まあ、クックドゥの素とか入れるんだけど、辛めのやつを。そうね、焦がしたニンニクがね、絶妙にうまいんだよ、やっぱ。で、豆腐も水気切っておくの、木綿を。で、のんちゃん、うまいって言ってた。俺はそれをそばの上にかけて食ったんだけど。もう本当はうどんに絡めるとうまいんだよ。冷たいうどんに、その熱々の麻婆豆腐なすみたいなの、ニンニクたっぷり入ってる。それをバッてやるとね、なんかこう、うまいんだよ。ひき肉もたっぷり入ってて。カレーにほうれん草はパクチー以上にありえない。ああ。俺は別にありだな。パイ投げありがとう。これは全然ありだね。全然あり。全く問題ないね。今ね、チャーシューを極めたいんだよな。チャーシューを作ったことが一回もないんだけど、チャーシュー、うまいチャーシューを作れる大人になりたいと思ってるね。チャーシュー丼極めたいんだよね。のんちゃんが作るチャーシューもうまいんだけど、正直89点。11点俺攻めたいんだよね。カレーにチャーシューが入ってたこと俺一回もないな。カレーにチャーシュー入ってたことないな。あ、でもちょっと試したいな。そうだね、ヤクザに任侠を解く女だからね。 すごいよね、のりこはすげえよな。帰り遅い、どうしたの？銭湯行ってきたんじゃないの？つったら、ヤクザと喧嘩してきたって。なかなか聞かないでしょ？彼女の帰りが遅くて、銭湯行ってくるって聞いてたのに、遅いな。3時間ぐらい風呂入るわけねえよな。つって。あれ帰ってきた？どうしたの？ヤクザと喧嘩してきたの。すげえよな。なかなか日常会話だと思えないもんね。ああ、もう本当にチケシさんの言う通りはパーフェクトだよね。で、俺はそのチャーシューのその答えは沖縄のラフテーにあると思ってんの。ラフテーの要素も取り入れていかないといけない。ラフテーから学ばないといけないんだよね。ラフテーはラフテーで完成したものだけどね、ラフテーも奥が深いんだよ、あれ。ラフテーも奥深い。ああ、燻製か。ああ、まあ、燻製はうまいだろうな。特にチーズ、スモークチーズとかね。あ、何やっても、まあ、わかる気がする。そのフレーバーも楽しめるしね。桜の木でやってみようとかさ。食いも料理配信やりたいんだけどな。料理配信やりたいんだけど、ちょっとな、俺のレベルについてこれるのかっていう不安があるからな。料理はね、ほんとね、ささやかな俺のもうほんと営みだから、ちょっと配信ではちょっと出せない部分が多いんだよね。本当についてこれなくなっちゃうから、
ちょっとやっぱ封印だな。和道カレーはね、和道カレーはもううまいっすよ。本当にうまいっすよ。うまいなんてもんじゃないね。あのね、カレーはね、答え出てる。もう。あのね、どんだけ一流のシェフが作っても俺には勝てない。帝国ホテル、もう特にホテルの一流のシェフとかには俺全然勝てる。奴らは勝てない理由があるの、俺に。ホテルのシェフとか、喫茶店の人間とかが、俺に勝てない明確な理由がある。カレーでは、料理全般ではもう明らかに負けちゃう。だからカレーでは絶対勝てない。ホテルの一流シェフどもは。食わせてあげたいけどね。びっくりするぐらいうまいもんな。カレー屋さんやりたいぐらいだもん。でもね、不思議なのが家庭のカレーなの。俺のベースは。要は、カリーではないの。普通のカレーなんだよ。時間じゃない。あのね、ホテルとか喫茶店って辛くできない。あの業務上、要はね、ホテルとかって子供が食べたりできるように味を整えるんだよ、やつらは。だから深みがある、コクはあるけど辛みがない、やつらのカレーは。こっちはやりたい放題だよ、こっちのカレーは。だから勝てるんだよ。やつらはその辛すぎるものはダメよ。もう汗バンバン出るよ、うちのカレーは。やぼ、なんつうんだろうな、荒いよ。男らしいよ。うまいよ。汗止まんないよ。そういうカレーだから。おい、マジかよっていう。お、辛いね、これっていう。もううまいよ。辛いもの苦手な人でも食えるの。なんでかわかる？甘みがあるから。そう、汗吹き出る。あのね、そう、辛食えないとかじゃないの。もう食ってうまいんだよ。コクも甘みも辛みもあんの。程よく。汗止まんなくなるの。超スパイシー。俺。絶対勝てない。自信がある。俺には勝てないよ。いや、コーラ入れないから。コーラ入れないから。全然入れないから。コーラ入れる気ないです、僕は。そういう砂糖的な甘みじゃないから。蜂蜜なんか入れないよ。あとね、もうね、どう考えても、じゃがいもを入れるやつはダメ。もう答え出てんのにさ、これお母さんも覚えといた方がいいよ。カレーにじゃがいもは絶対ないから。もう分かってる人は分かってる。じゃがいもは絶対入れちゃいけないんだよ、カレーの中に。CM に騙されたらダメだよ。腐りやすくなるし、味も劣化するんだよ。でんぷん質がダメにすんの。カレーにじゃがいもはないです。覚えといてください。
じゃがいも入れてたでしょ。じゃがいも入れちゃダメなんだよ。肉はね、肉は鶏でも牛でもいい。ただ豚はない。豚は合わない。鶏でもいいよ。ただ鶏はね、もうね、俺の場合原型残らないね。鶏肉がほぐれてスープになっちゃうから。いや、肉の食感楽しみたいっていう人はチキンも入れてもスープになってる状態だから、ビーフ入れちゃうね。角切りの。まあ、俺ね、シーフードと鶏両方使うから。だからね、びっくりするんだよね。俺、もう本当にさ、カレー作るとき、こんなでっかいエビ入れんだよ。こんなでっかいエビ。こんなでっかいエビが煮込むとこんなんなんだよ。こんなの。もう、要は、だしに変わっちゃうのよ。こんなでっかいエビが。殻むいて、煮込むじゃん。食べるときこんなんなの。全部だしになっちゃう。それはね、俺のカレーを食ったことがないからだよ。シーフードカレーは大人にならないとわかんない。シーフードカレーうまいよね。イカの角切り？イカは輪っかでしょ。イカはリングでしょ。譲らないよ、そこは。イカはリングだよ。シーフードカレー嫌いなんだ。シーフードカレーってうまくない？めちゃくちゃうまいけどな。シュリンプって何？エビ？ないんだ。カレーはうまいのにな。ホタテもうまいね。シーフードカレー好きだけどな、アサリとか。多分俺の食ったらミノムシさん多分土下座すると思うよ。カレーにね、俺にじゃなくて。シーフード、俺の作ったシーフードカレーに多分土下座してると思うよ。悪かったって泣きながら。今までごめんって、俺のピザマンの時のように。ごめん、本当にごめんって。シーフードカレーの方がいいよって。頭上げてよって。いや、本当にごめんって多分30分ぐらい続くと思うよ。俺はそれ、もう泣きながら見守る、本当に。よかったーっつって。本当によかったわーっつって。ミノムシとシーフードカレー仲直りして本当によかったわ。もういいから。ミノムシもういいから。ごめん。最後3人で抱き合う。シーフードカレーとミノムシと俺3人でハグするから。ありがとう。
シーフードカレー協会、後の世界シーフード協会会長と副会長のエピソードだよ。脈々と講演会の前で語られるエピソードだよ。さて皆さん、シーフードカレーはお好きでしょうか？我々が世界シーフードカレー協会を発足するにあたり、こんなエピソードがございます。モニターの方をご覧ください。ごめんね、ごめんね、頭上げてよ、やめてよ、いいんだよ、いいから、もういいからっていうし、もう号泣セミナー。会場涙涙。入会希望者サインアップサインアップですよ。 広めなきゃ、シーフードカレー広めなきゃ。シーフードが嫌いなのかな。まあ、魚介系が嫌いだっていう人は嫌いだっていうの分かるかな。シーフードカレーが嫌いなんじゃなくて、シーフードが嫌いなんじゃないの。でもまあ魚うまいんだけどな。魚とかエビとか貝とかイカとか、ちょっとなんか食えない人もったいないなと思うんだよ。かわいそうに。食べ物でそんな食わないっていうものがないから、食えないとかがないから、あ、食うけどまずいっていうタイプなんだよね。だから、らっきょうとかも食うんだ。嫌いだっていう話をひたすらするの。魚介嫌いじゃないんだ。でもシーフードカレーは許せないんだ。わかんねえな。わかんねえわ、正直。俺は結構好きだからな。なんでさ、ふわっちって可愛い女の子閲覧伸びないんだろうね。ブスほど閲覧伸びるよね。なんかふわっちって面白いよな。なんか可愛い女の子とか綺麗な人とかが軒並み閲覧なくて、ブスであればあるほど閲覧があるっていう。不思議じゃない？なんかニコ生だと逆の現象、ツイキャスでも逆の現象起こると思うんだけど。ふわっちだけはね、可愛い子が人全く集まんないんだね。上位ブスしかいない。なんでなんだろう。不思議だよな。この前怒られちゃったよ。冷蔵庫掃除しててさ、冷蔵庫の中に化粧水が入ってて、のんちゃん捨てるよっつったらさ、これはのんちゃんのじゃないって怒られた。すげえ。 ああ俺のだったって言って捨てたけど。 俺のだったわ、ごめんごめんっつって化粧水捨てたわ。はい、ということで皆さん3時間ありがとうございました。たくさんアイテムありがとうございます。また明日会いましょう。おやすみなさい。お疲れ様です。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。